観光客に涼を感じてもらおうと、松山市のロープウェイ商店街で今年も砥部焼の風鈴が飾られ、涼しげな音色を届けています。松山市のロープウェイ商店街では風鈴が丁寧に取り付けられていて、チリンチリンと涼やかな音を響かせています。松山市のロープウェイ商店街では観光客に涼を感じてもらおうと、毎年この時期におよそ200個の砥部焼の風鈴を飾りつけています。今日は商店街の関係者や地元の松山東雲高校と松山商業高校の生徒が店の軒先に風鈴を飾りつけていきました。砥部焼製の風鈴には観光客や生徒が作った俳句の短冊が添えられていて、風が吹くたびに涼やかな音色を響かせています。なんか夏を感じる一個の風物詩でもあるので、すごくいいなと思います。はい、昔思い出していいですね。はい、エアコンの風とは違う感じがしていいと思います。今日は暑くなってきているので、風鈴の音で涼しいなって思っていただけたらいいなと思います。風鈴は8月27日まで飾られる予定です。